チョケドシーです。いやー、まず寒くなってきたね。ちょっと、まだまだ、もうこの雪から逃げるために日本か、ね、逃げたなと思って日本帰ってきたら、まだまだ全然、北陸の天気はひどいな。はい、で、今回はですね、まぁ、J2 の話をします。まぁ、J2 はね、今シーズンは別に特に、応援するチーム、見るチーム、あんま決めてないんですけども、まぁ、気になった試合というか、あ、面白そうだなと思った2試合をピックアップして、まぁ、最低ぐらいはプレビューしていこうかなっていう感じかな。まぁ、毎週できるかどうかちょっとわかんないですけども、まあ、面白いなと思った試合をこう見ていこうかなって感じ。まあ、今回2試合見た感じですかね。で、まあ、ここの試合のここがすごかった、ここがひどかったよね、みたいな感じの、まあ、話を。まあ、別にそんな疲れようなんか一個も持ってないですし、忖度なし、正直に、いろいろ話していこうかなと思います。で、今回ピックアップするのが、千葉対山形、そして徳島対甲府、この2試合をちょっと見たんで、もうすげえね、いろんなことが見えた試合だったので、何が思ったのか、感想をお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあまずですね、千葉対山形からいきますけど、この試合、まあ面白かったなぁ、マジで。多分今週のベストゲームじゃないかな、J2。わかんないけど。他の試合見てないからあれですけどね。まあめちゃくちゃレベル高かったよね。まあまだね、開幕したてなんで、まあその大体他のチームは開幕して、まあキャンプから積み上げてきたものが、徐々にこうね、試合やっていく中でこう完成度上がっていくみたいな感じのチームがまあ大体なんですけども、まあ結構もうまだ開幕に一節目なんですけど、それでもこのチーム、この2チームともね、この精度とこの連動とこの強度かみたいな感じでめちゃくちゃちょっと驚かされて、まあ正直ね、J2 でこのレベルの試合見られるっていうのは本当幸せ。新時代に入ったなって思わせる、ぐらいの、まあ、それぐらい言ってもいいぐらいの試合だったかなと思います。本当なんかね、やってることがね、レベル高いんですよね。で、両チームのスタメンがこんな感じで、まあ、Google が借りてるんですけども、この2チームね、やっぱめちゃくちゃ似てましたよね、やることがね。まあ、お互いに 4-2-3-1 ベースだったと思いますけど、こっから可変して、攻撃の時には、まあ、ワンアンカー残して、千葉は、まあ、田口が残ってね、る時が多かったかな。で、守備時は 4-4-2 気味作る時が多かったかなと思います。で、攻撃の時にはね、まあ、保持もロングパスも本当両方できるですよね、このチームはね。まあ、狙ってますし、まあ、多分ね、みんなやっぱ目がいいというかね、おそらく最初にまず奥を見て、まあ、無理だなと思ったら近きとこつけましょうみたいな。多分そういったこの共有をみんなでやってんだろうなっていう感じはしてますね。まあ、奥が無理だったら、最初からまず奥見てないと奥蹴れないですから。そこはやっぱあるのかなと。で、やっぱ共通してんのは選手間の距離がやっぱ本当にみんな広い。まあミスが起こると一気にカウンター食らうんですけど、そこでミス起こらないし、ミスが起こらないような配置にもなってるかなと。はい、思いました。で、まあ両チームともやっぱよくボールを持てるので、まあその分この守備でこのパワーを使えるっていうのもやっぱこの2チームの強みですよね。ボールを持って自分たちのこのペースでやれるから、やっぱ守備ってやっぱ後手後手だから相手のペースになってしまうんですけど、自分たちのこのリズム、まあ体力配分でプレーできるっていうのはやっぱ攻撃面でボールを持つことの重要さだよなっていう感じですね。で、まあハイプレス、誘導、挟み込み、守備面はもう本当にみんなやってたし、特に俺がすげえいいなと思ったね、やっぱね、ワントップとしては、元富山第一の小森くんね、小森くんの守備の誘導はほんと素晴らしいですね。やっぱ後ろこうパスコース切って、ワンサイドに誘導するような感じ。あれはまあ、ね、小森くん今年10番なんですね。まあ、そもそもよう残ったなと思うぐらいの選手やったし、まあ、この2チーム結構主力残ったんですよね。で、なおかつ監督結構優秀だし、で、お互いに2年目っていうのもあって、やっぱり、まあ、それは完成度高いわな、っていう感じですかね。まあ、ちゃんといいキャンプしたんでしょう。そして、ただ違うのは、ちょっとまあ、より山形の方が中盤が結構自由度高そうかな、と思いましたかね。結構まあ、南がね、左メインでいたような気はしたんですけど、結構右の前のサイドバックとセンターバックのところに飛び出していったりとか、南が飛び出してたりとかしてたんでね。まあ、とにかくやっぱ見どころが満載でしたね。この試合はね。そう。まあ、特にやっぱね、日高対伊坂全員とはクソ面白かったしね。あとゴールキーパーね、両チームとも。まあ、山形のごっちゃんはね、まあ、俺強いけどサポーターですから、まあ、マジモンの化け物なの分かったんですけど、やっぱキックとかもすごく上手になっているし、まあ、ちょくちょくミスもありましたけども。まあ、そして千葉はね、やっぱ新潟からこの獲得した、藤田。まあ、期限付きやけど。まあ、やっぱここキーパーがやっぱラストピースだったと思うんですよ。
千葉にとっては、まあもちろん去年のゴールキーパー陣も素晴らしかったと思うけど、やっぱ今年、まあ藤田はやっぱまたちょっと一個次元が違うというか、そこをちょっと感じた。まあもちろん守備面、ゴールキーパーとしての能力的な部分はまだまだところ多分あると思うんですよね。特に3失点目なんかはなんで止まったのかよくわかんなかったですけど、まあそれ止まっちゃって、まあ2失点目はちょっと俺としてはポジショニング大丈夫なのかなと思ったりはしたし、まあそれ以外はでもそれね、すごい良かったと思う。やっぱディストリビューション、キック、配球めちゃくちゃ上手いからね、藤田くんはね。で、やっぱ冷静ですし、ちょっと普通のキーパーにはない落ち着きを持ってるなと思いました。そして、まあ、試合の流れとしてはね、千葉が1対0でリードして迎えた後半、結構劇的に動きましたよね。まずセットプレーで、山形が同点に追いつく。さらに逆転ゴール。まあ、高橋純也か。交代、ドンピシャでしたね、ここね。後半から入ったばっかの選手だったんですけど。で、千葉はかなりチャンスは作ってるんですけど、シュートがとにかく結構ごっちゃんの正面に行ってしまう。あそこはやっぱ結構ね、余裕がある時だった。でも、シュートが正面に行ってしまうみたいなやつあったんで、やっぱこの辺はやっぱこの質は、まあ多少なりとは、まだまだかなと思うけど、まああと山形はね、まあ攻撃より守備がすごくいい面で気になりましたかね、いい意味で。はめるのすごく上手なんだよね、山形。2点目もやっぱ鈴木が左足っていうの、まあボール持ってる鈴木大輔がね、右利きなんで左足、まあ、彼は結構蹴れるけど、左足っていうのもありましたし、やっぱいろんなこの状況だったりとか、相手の位置とか見て、あ、ここだろうなっていう。まあ、読みがやっぱみんな鋭いと言いますか、ここも二人で挟み込んでますんで、で、後半一緒のタイムに、さらに突き放してね。まあ、千葉もやっぱ後半結構優勢だったと思うんですけども、まあ、ほんと最後の最後にあったっていう一発は、素晴らしかったけど、それ以外のやっぱシュートは結構ね、正面に行っちゃったのが良くなかったかな。まあ、試合はね、山形の、勝ちだったんですけども、まあ、千葉が全然取ってもおかしくないような展開でもあったし、まあ、この2チームやっぱ今年面白いし強いなって、思いました。そしてもう一個の試合、徳島対、甲府ね。これはね、まあ、どっちも結構前評判はそこまでかなみたいな感じのチームだったと思うのよ。特に、やっぱ甲府はね、やっぱまあ、ACL でも大活躍して、逆にそれによって選手の価値が上がりすぎて抜かれまくったっていうのもあるんで、ちょっとやっぱ悲しい、まあ、運命もあったんですけども、ただ、この試合、なんと1対5で甲府が勝利という結果になりまして、まあ、意外な結果、まあ、でも、意外と思ってたけど、まあ、ちゃんとね、ちゃんと見て、ちゃんとまあ、事前情報を踏まえて考えると、まあ、確かにこうなるよなっていう感じの試合でもあったと思う。どういうことかと言いますと、まず、徳島に関して話、ちょっとメインになるかな、最初。やっぱ監督続投がやっぱ一個大きなターニングポイントでしたよね。徳島としてはね。まあ、吉田監督続投っていう。まあ、吉田監督、まあ、これはね、正直、まあ、妥当ではあるかなと思った。なぜなら、やっぱ、ハーフシーズン、まあ、なんなら10試合、11試合だけ見てください。その後は契約わかりません。みたいな。そんなのな、やっぱりこう、監督にとって失礼すぎるから、そんな条件をクラブとして出すわけにはやっぱいかないでしょ。そんな使い捨てみたいなことできんからさ。で、そうしないことによって、今までこの優位性を保ってきた徳島だったので、そこはやっぱできんということがあったから、まあ、監督やっぱ最低2年、ね、見てあげたいですし。まあ、そこはあったんで、続投っていうのは理解できる。ただ、ここまでのプロセスですよね、問題はね。まあ、吉田達磨さんに決めたっていうのは、まあ、他にこのね、徳島のチーム内部になかなか他にできる人がいなかったっていうのもあると思うし、他にやってくれる監督も当時のタイミングでちょっといなかったっていうのもあったと思うんですけど、まあ、頑張って探したらもっといたんじゃないかなと俺は思うんだけど、まあ、いなかったっていうのが結論としてあると思う。で、オフシーズンにそういうこの、今までやっぱ徳島ってやっぱスペイン流っていうかね、スペイン流というかまあ、リカルドから始まって、結構スペイン人監督、スペイン人のこのスペインのこの哲学をいろいろこう、仕込んで、それでのし上がってきたチームだったと思うんですが、まあ、そこがもう一切なくなってしまったんですね、今ね、吉田達磨さんになって。ほんで、やっぱあとね、まあ、社長は、吉田達磨さんはうちのクラブにぴったりだって言ってるところだったりとか、逆に岡田さんのね、強化担当の岡田さんのちょっと発言がちょっと最近ないところだったりとか、ちょっと不穏な空気をすごく感じるんですよね、フロント内部に。めちゃくちゃそれはあって、まあ、多分他にもやっぱいろんな人が絡んでると思うんで、監督人事に関しては。一概には言えんし、まあ、不確定要素たくさんあるし、俺も全くその証拠とか持ってるわけじゃないんですけど、やっぱりちょっと徳島は、ちょっと今ちょっと、あれあれみたいな状況ではあるかなと思うよね。で、試合に関しての話をやっぱやっていくと、それが結構如実に出たところではあったと思うよ。4-3-3、徳島4-3-3で、甲府は 4-2-3-1 でスタートしたんですけど、まあ、スタメンに関してはやっぱ、甲府はやっぱあれですよね。
まあ、ソン君、マンシャからスタメン取った。まあ、でもマンシャがね、やっぱ ACL 出てたっていうのもありました。素晴らしいパフォーマンスしてたんで、そこでちょっと疲れもあったかもしれないですし、やっぱ ACL がね、甲府としてあったっていうのが、やっぱこの試合の実は一番の肝だったんですよね。で、徳島としては結構選手入れ替わったなっていう印象あるんですけど、やっぱ見てた感じだと、やっぱりね、やっぱ甲府の方がそれは強いなとは思いましたね。まあ、徳島の強みってやっぱ中盤だと思うんですよ。中盤の質はすごく高いと思うんですけど、やっぱそれ以外のポジションは結構やっぱ不確定要素多いですよね。あんまりこの、なんか、まあ結構ね、このレベルでやるのがあんま経験がないみたいな選手も結構いるわけですし、まあちょっと、そこがね、まあ徳島が有利なポイントがあるとしたらば、やっぱ地乗り、フォームであるってことと、やっぱ日程の面。日程っていうのは興奮の事情もあって、要は甲府の事情ってことですよ。ACL がありますみたいな。ACL を、水曜日にやったのか、水曜日にやって、中3日でアウェー徳島っていう。で、実質、アウェーみたいなもんですからね、国立もね。国立もまあ、甲府から近いかもしれんけど、まあ、実質ね、甲府じゃないですから。そうそうそう。だからここはね、なかなかね、厳しいとこあったと思うのよ。そう。だから、でもそれがね、全く不利にならなかったですし、むしろ有利に働いてたっていうのが甲府のすごいとこですよね。甲府はやっぱりね、リーグ戦のね、開幕する前に ACL っていう緊張感のすごい高い舞台で、おそらく東アジア今最強であるウルサンヒョンデっていう超強いチームと2試合ガチンコでやったっていうのがあるんで、それはやっぱりね、もうそれは体も心も脳みそも、もう万全でしょうねっていう感じですよね。それがやっぱ有利に働いたのはやっぱ正直甲府だったかなと思いました。はい。まあそこの、疲れもやっぱあったと思うんですけど、その疲れを感じさせないやっぱコンディション面だったりとかもあると思いますけど、でここに徳島のその緊張感のなさだったりとか強度のなさっていうのがもうバッチリ思いっきり重なってしまったっていうのはこの試合のまあ全てじゃないかなと。まあやっぱ絶望的だったのはこの徳島の左サイドですよね。守備えぐかったですね、左サイド守備ほんとひどいね。1点目なんかはもう2点目も同じような形だったんですけど、なんかその、高田くんね、確かウィングに入ってた左のウィングと、左サイドバックのこの、選手のこの連携がめちゃくちゃ悪いんですよね。高田くんはやっぱりね、ここのタイミングだと、前に出ててはいけないですし、まあ、なら他の行ける選手もいるわけですから、一回ちょっとね、後ろ見て、警戒してほしいところではあるんですが、サイドバックがいい位置取ってんのに、ここに対して全く警戒してないんですよね。だから、一致別もしないですからね、一回振り向いて後ろ確認するとこも一回もなかったし、で普通に蹴られてサイドチェンジされてで飛び出されてっていう感じですから、もう完全にもう軽々とこう崩したなっていう感じですよね、甲府としてはね。これ2点目も同じ形だったんで、さすがにこの1回やったら学んでくれよって思うし、でこのつかこの対処も仕込めてないのはちょっとね、まあ正直まあスタッフ面のあれもあるけどね、まあ同じね、メンバーで2年目でちゃんとキャンプやってきてこれですから、ちょっとねひどいなと思いましたけどね。はい。で、まあ、後半、まあ、2-0 前半で形ですると、やっぱさすがに勝てんよな、っていう感じだよね。で、後半は、交代もいきなりありまして、橋本選手変わった左サイドバック。で、棚橋選手も変わってしまったのか。で、ここに西矢と島川。まあ、島川センターバックの選手なんで、まあ、フォーメーション変更するやろうな、と、はい、思いましたけど、まあ、橋本は正直納得ですかね。あんだけのパフォーマンスちょっとひどかったですね。あと、怪我でちょっと内向がね、変わってしまったっていうのはちょっと不運だったかなと。まあ、やっぱりでも、前半から結構回帰がね、いきりすぎてる感じもちょっとあったんで、まあ、やばいなと思ってちょっとスリーバックにしたんでしょうけど、まあ、でもやっぱ応急処置感はちょっとありましたよね。この変更はね。まあ、でもこの日のメンバーだったらでも俺でもそうするけどね、ちょっと正直森広大と海、この二人のセンターバックはちょっと不安すぎるからね、コミュニケーションの部分も含めて。で、多分3-1-4-2みたいな感じになったのかなって思うんですけども、まあ、西谷がちょっと左のインテリオール的な感じで入ったのかな。で、高田はやっぱ左のウィングバック続けるのかなっていう感じ。でも、まあ、それによってね、杉本太郎のゴールは生まれたし、あれはま、甲府としてでも、システムの、ギャップを突かれたって感じですね。ウィングバックやっぱ捕まえるの難しいからね。サイドバックが、先口が出るのか、右、ここの時だっけ、鳥海かな、鳥海が出るのか、ちょっと難しいところであるんで、鳥海が戻ってる間で結構時間あったって感じで、で、コンビネーション使われてしまったっていう、はい、感じでしょうか。まあ、ここはもういい5得点だったなと思うんですけども、ただまあ、すぐ3点目取れたのが、甲府としてはでかかったかな。まあ、宮崎がね、ほんと狭いスペースの中でよく決めてくれましたね。はい。で、さらに、宇高と、和弘を入れて、よりカウンターとの強度を増すと、
ていう感じ。だから徳島もね、まあ不用意にこのね、中に入れなくてね、サイドをほんとうまく使ってて、結構いい攻撃もしてたんで、突破もね、多かったシュートチャンスも結構多かったから、まあ1点取れるかなと思ったんですけども、まあ、やっぱりこの、こういうのをね、耐えるのも甲府なんよね。甲府はこういうの耐えるの得意なんで、そう。で、途中からマンションとかも入れて、5-4-1 にしたりとかもあったし、まあいろいろこう隙がなかったですね、甲府はなかなかね。そう。まあ、この他にもね、ところどころやっぱりこの甲府と徳島のこの違い、うん、今の時点での差、フィットネスの部分だったりとか、球際の寄せ切るところの差とかね、もうそこもすごく感じたし、4失点目のコーナーなんかよくわかんなかったですよね。ゴール前ゾーンなのはまあ全然いいんですけど、あだ言うと特別何もしてないのにフリーになって、突っ立ってるじゃん、だってあだ言うと。ほんで、そこで普通に打たれて、そのこぼれ球押し込まれてる感じですから、ちょっと意味がわかんない失点か。まあ5失点中3点ぐらいは、あったかなっていう、感じでしょうか。だから、もう、このね、守備連動、守備強度だと、意味が、全然ダメなので、徳島はやっぱな、こう、いろんなものをなんかもうすでに失ってしまってるなっていうのをちょっと感じてしまって、逆に甲府としては、めちゃくちゃ、もうすでにめっちゃ強いなっていう感じは、イメージとして受けましたね。はい。っていう感じでしょうか。今回はちょっと J2 2試合見てきましたけど、まあやっぱ J2 はね、おもろいね。本当になんか、J1 とも J3 ともやっぱ違った面白さがあるのが、まあ長年俺も J2 のためいらしてもらってたんであれですけど、はい、今年もなんかいろいろね J2 楽しんでいきたいなと思います。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。こんな感じでまあやっていくんで、コメントとかあったらぜひねよろしくお願いします。みんなでこう話し合って、またちょっとねサッカー楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。今シーズンもよろしくお願いします。チャオバイバイ。